お腹が空いたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はね、ボルガライスをやった時に結構たくさんリクエストをもらった、ボルガライスにすごくよく似た金沢かなのご当地グルメ、ハントンライスをやろうと思います。はい、ハントンライスのハンは何だったっけ、ちょっと調べるわ。あ、ハントンライスとはハンガリーのハンとフランス語でマグロを意味するトンを合わせた造語であると言われていますが、由来を紐解くと諸説あるそうです。金沢の七不思議の一つかも。発祥はグリル大塚さん。ハントンライスが一番有名なお店はグリル大塚さん、昭和32年の創業だそうです。で、グリル大塚さんのハントンライスには白身魚のフライとエビフライが乗っているそうなので、今日はエビフライと白身魚のフライを乗っけたハントンライスを作って食べてみたいなと思います。見てね。卵はいつも通り30個だよ。
はい、準備ができました。タルタルたっぷりのハントンライスロシアンバージョンでございます。いい感じよ。それでは早速いただきます。この辺からケチャップとタルタルが混ざっとるところから。うん、あ、間違いないね。もうがっつり行きたいのでエビフライ行きます。うん、うまっ。幸せ。ボルガライスの時はさ、デミグラスソースっぽいソースをかけたからまた雰囲気が全然違いますね。タルタルがいい。最高。今日も超具沢山チキンライスはめちゃくちゃいい感じですね。あ、卵がいいふわふわよ。よし、こちら行きたいけど、あまりにもソースがいっぱいかかってるんで取りますね。よ、白身のフライです。もうふにゃふにゃになってるソースで。うん、うん、うまっ。プリプリ。うん、うまっ。タラめちゃくちゃ美味しいね。生のタラ久しぶりに買ってあげたかもしれない。動画では初めてじゃない、あげたの。冷凍はちょこちょこ、この前が100個あげたけども。あ、めちゃくちゃ美味しいぞ。あ、もう柔らかいからスプーンでいける。おお、
だいぶ豪快に。うん。今日の卵はほんと全部トロトロにできた。どこ食べてもトロトロ。あとこのケチャップエリアを食べよう。特製ケチャップ。うん、いいケチャップの味になってる丁寧に丁寧に煮込みましたみたいな味をしてます。バルサミコがねコクになってますね。酸味はね飛んでるかな。で甘さが出てます。蜂蜜とかも入れてるので。うん、うん、うまっ。うん、なんかエビフライにはさタルタルとかかかってるじゃん。白身フライにもタルタルよくかけるじゃん。でオムライスにはケチャップかけるじゃん。合わせちゃえっていうのがやっぱりさ、食べるのが大好きな人が考えたんだろうなっていうのをこうありありと感じますよね。前回のさボルガライスもそんな感じだったけどさ、次やりたいなって思ってるのの中の候補の一つに北海道の方のエスカロップとかもあるんですけど、エスカロップとかさ名前がさ何かわからんくない。オルガライスとかさハントンライスはまだライスがついてるけん、あの米関係ですねっていうのがわかるじゃんか。エスカロップはタスカップの友達かなって私ずっと思ってたもん、北海道だから。まあ、エスカロップの話はエスカロップの時にすればいいね。エスカロップなんかちょっとまだ私エビの処理が甘いんだよな。この子すごいひねくれてます。なんか尻尾だけふんってしてる。まっすぐのエビフライの道はちょっと遠めです。うん、尻尾の香りがいい。今回は尻尾先っちょ結構しっかり下処理したので食べれると思います。ちょっとケチャップで分かりにくいかもしれないんだけど、エビの尻尾先っちょを切って中の汚れをしごき出しています。その後からお塩とお酒で洗って片栗粉で吸着してまっすぐにする下処理っていうのをやっています。お酒とお塩でしっかり洗うと本当にね臭みがなくなるから美味しさが残る。うん、ご飯が山盛りに見えて半分ぐらい具材だからさ、意外と思ったよりもこうスーッと食べられるんだよね。ご飯のみっちみちな感じでは実はないっていうね。10人前くらいはあるんじゃないかな。じゃん、今日はこちらグレープフルーツにお砂糖と蜂蜜を入れています。顔についた。
あうん、爽やかで美味しい。生搾りグレープっていうのがいいよね。あうん、ほんのり蜂蜜がいい感じ。よし、もうちょっと。うん、うん、尻尾が香ばしい。タラもね、エビもね、ちょっと縮んでたんだよね。そんな硬いまではいかないんだけど、もうちょっと短い揚げ時間でもよかったのかと思った。サッと揚げればいいね、サッと。最高。はい、完食です。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は皆さんからリクエストがあったハントンライスでした。もうタルタルとケチャップとオムライスのコラボレーションが本当に最高。ほぼなんか無心で食べてしまったような気がします。そんぐらい私の大好きな味でした。なんかね、はい、何言おうとした私、何言おうとした私、あ、そうそうそう、思い出したよ。オムライスの卵すごいトロトロのスクランブルエッグだったんですけど、タルタルソースの卵はしっかりめに茹でた卵で、その2つのね、食感がちょっと違うのが卵って素晴らしいと思いました。卵がなければ絶対食べられないですからね、オムライスは。ニワトリさんにとてもとても感謝っていう感じです。いろいろとご当地グルメのね、このご飯にのっけちゃうシリーズやっていってるんですが、もともとは私が思いつきでのっけたやつとか、あとまあ視聴者さんから教えていただいたのっけちゃったやつとかをやってたんですけど、実はご飯にのっけちゃうシリーズはご当地グルメに一番いっぱいあるんじゃないのかっていうので、今回はボルが違う。今回はハントンライスだったんですけど、今までのシリーズもちょこちょこあるので、また見ていただきたいなっていうのと、皆さんの地域のね、ご飯にのっけちゃってる系の、あーまあこんな高カロリーなもの作っちゃってっていうやつをね、コメントに書いていただけたら巨大化して作って食べてみたいなと思いますので、ぜひぜひコメントお寄せください。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。